皆さんこんにちは、北島三郎のサブチャンネルへようこそ。今回は時を超えた戦士、昨日の動画でお送りしたと思いますけども、アイテムなしで全然いけますよと教えていただきました。そして何を変えるかと言いますと、リーダーだけを少し変更して、これで戦えばいけるんじゃないかっていうね、視聴者さんからのアドバイスがありましたので、今回は挑戦していきたいと思います。これで、ま、アイテムなし、まあできなくてもできてもあげます。とりあえず皆さんのアドバイスをもとに、このチャンネルはまあ作っていきたいと思ってますんで、いきましょう。はい、今回のフレンドさんはヒロッチさん、ブーです。 HP50% アップ。まあ前回の戦いを見てくれた方は、まあ、HP 単純に少ないんじゃないとか、思ってね、あの DM とかくれた方いたと思いますけども、こちらでチャレンジしていきたいと思います。他のね、僕が連れてくパーティーは、まあ、ほとんどというか全く変わってません。ただフレンドさんを魔人ブー、こいつにしただけです。 HP50% アップ。果たしてこれでいけるのか、頑張ってみましょう。それでは挑みましょう。いや、いけっかな、マジで。結構トランクスね、攻撃力が高い、非常に高いです。なので、まあ油断はできないんだけど、まあ、できるだけね18号ガードで抑えつついきたいね。もしねこれクリアできなかったら、アイテムなしアドバイス回ししています。いけるかな、いきましょう。あと皆さん、濃紺というかアイテムなし濃紺できた方いましたらね、ぜひこんなパーティーで行きましたっていう感じでパーティー構成の方ね、書いてくれると、まあ、皆さんコメント欄見た時に、あ、こういう戦い方あるんだとかね、皆さんのアドバイスにもなるかと思いますんで、ぜひクリアした方書いてください。お願いします。まず1ターン目、もう18号をここ置いて、5点で必殺技打てるかな。この5点がいいんだよね。打てないね。打てない。打てない。1個足りねえよ。くそー。くそー。マジかよー。うわー。まあ、しょうがないね。6万か。まあ、前回のリーダー、フレンドさんね、ベジータだったので、必殺技かなり打てたと思います。ただ今回は、いけるのかな。マジで。これでいけるかな、マジ。ちょっとね、ちょっとやばいね、今の状況だと。ちなみに皆さん、どのぐらいトランクス手に入れることできましたかね。そちらの方もね、コメントの方に、書いてくれるとね、助かります。何回戦ったうちね、何体落ちたとか、まあ、大体5回に1回落ちましたよとかね、何でもいいんで教えてください。それでは、ここで打てるね。2、4、5。打てない。打てないね。しょうがない。よし。しょうがないっすね。打てず。打てず。やばいっす。やばいっす。いけるかな?いけるかな?これ。いけるかな?どうでしょうね。お、5点3で必殺技打ちましょう。こっちで打とうか。
ブラッドさんね。ブラッドさんはいいや。必殺はそろそろ打ってきそうだな。トランクスさん、やめてくれ。危ない。あと3万か。必殺技食らったら2万5000だからね。そこだけは注意しないと。怖えなぁ、本当に。まあ、あと3万8000あるよと言ってもね。わかんないから全然。一発があるから。ここで必殺技来てくれるとありがたい、まだ。18号ガードの時に必殺技できたらお願いしますって感じだね。なんか微妙なところ、ギリギリいけるかなって感じ。ただ必殺技打ってないんだよね、やっぱ大変だよ、こういう時にね。5点もパッシブ発動してくださいよ、こういう時に限っても。お、来ちゃったよ、来ちゃったよ。お、結構耐えるな。てかやべえな、もう終わるなこれ。これやべえな、やべえぞこれ。終わったぞこれ、絶対終わったぞこれ。耐えたけども、耐えたけどもだよ、耐えたけども、もう必殺技一回も打てんじゃん。おいマジかよ。やばいなこれ。終わった。あと1ターンだな、あと1ターン。くそー。はい、ということで、人は負けて強くなるって言っても普通に負けたんですけども、まあ、失敗の積み重ねで、人は強くなってきますんで、この経験無駄にせず次こそはって感じでね、やっていきたいと思います。ただ失敗は一度きりにしたい。そんな何回も失敗やっても意味ないんで、一回失敗したことを次の機会に生かして打ちのめす、まあ、このスタイルやっていきたいと思います。ということで皆さん、たくさんのアドバイスお待ちしてます。よろしくお願いいたします。それではまた明日の北島三郎のサブチャンネルで会いましょう。